間違いねえ。これは絶対にシュガー。この軽さは間違いなくシュガー。あのね、前回ちょっと外しちゃったから、今回は本気で選んできた。もう間違いないよ。これは間違いなく我らが美女シュガー。いやー、シュガー可愛いな。でもね、ドフィー、ドフィーが正直一番欲しい。ドフラミンゴがね、すげえ、でもね、これ大御所だから、これ一番最後でしょ。大御所ドフラミンゴ。このシリーズのドフラミンゴはね、本当にかっこいいから。見て!このクオリティ、イケメンレベル。めっちゃかっこいいでしょ。でもね、こっちのドフィーがちょっと、って感じするんだけれども、クオリティが半端ねえから全然 OK でしょ。こっち完璧。めっちゃかっけえ。で、今回のドフィーはね、ちょっとメインディッシュだから最後にゲットして、絶対重いから。大体ね、重いのドフィー。毎回ドフィー。ああ、まあ、クマがいるときはクマが一番重いんだけれども、クマとかね、その他でかいやつがいない限りはドフィーを超える重さはないと思うから、とりあえず重いのがドフィー。で、今回ね、前回外したから、ちょっと軽いんだけれども、前回とは違う重さの、軽さの箱をね、持ってきたと。よし、シュガー頼むぞ。今でしょ。いつ出るのか。今でしょ。あと、サボのね、別バージョン。すげえ楽しみなんですよ。半端なく、なんかニヤニヤしちゃう。想像したら。もうね、なんかね、メラメラってる感じがするんで、ね、それか帽子かぶってるバージョン。いや、でもただ帽子かぶってるんじゃなくて、おそらくメラメラしてると思うんだよね。すげえ楽しみ。いきます。開けます。ちょっとテープ貼られてから、ちょっとテープやめろや。マジテープやめろや。ほんとこれね、ほんとこれ開けにくい、テープ。よし、行くぜ。いってあります。頼むぞ。箱も綺麗に使いたいんだけど、後で直すわ。行きます。シュガーよ!ギャムである。フェイクギャム、ギャム倉庫にシュー。今回は忘れずに持ってきた。行きますよ。行きますよ、シュガー。はい、間違いなく、トゥル、トゥ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 ル、トツカトゥル、トゥトゥル、トツカトツカト、ピョーン!すげえ、オラが言ったろ。いや、間違いない。もうね、わかったわかった。あのね、ちょっと軽くて、振った感じがね、ゴロゴロしないやつ。なんかゴロゴロしなかった、これ。前回のサボは振った感じすげえゴロゴロしたんだよな。なぜだろう、小さい方がゴロゴロしそうなんだけれども、まあそこはわからん。ペイントミスがない。めちゃくそガチクソ、鬼クソかわいいぞ、おい。シュガー。やつが、シュガーもさ、別カラーあればいいのにね。あの、別ポーズ欲しいな。いや、かわいい、これ。見て。手にぶっ刺さってる。おー、やったぜ、狙い通りのシュガー来た。これで、サボ、シュガー、揃ったから、あとはコアラと、ローとドフラミンゴ、ドフィーゲットできたら完璧。うわ、このシリーズは、もうね、満足だわ。あと、サボのね、もう一種、も欲しいけど、とりあえずは、目標達成的な感じ。うわー、すげえかわいいね。クオリティも高い、シュガー。さすがだわ、このシリーズ。すげえ、見て、この紙くを。あざっす。もう自然と拍手が出るよな、これ。このクオリティはもう拍手せずにはいられねえ。サボ、シュガー、ドフィー。見て、ドフィー。間に見えるドフィー。イケメンっす。かっこいいな、ドフィー。ドフラミンゴになりてえな、もう。ドフラミンゴ、腹筋見て、腹筋。そして、シュガーの可愛さ。やっだー、これは嬉しい。じゃあまた次回。次回からはね、ちょっとコアラと、ローと、ドフラミンゴ。まあ、ドフィーは最後に狙う。一番重いのがドフィーだよ。絶対に間違いない。じゃあ次はコアラ。出して、コアラからのロー、そしてドフラミンゴ。と言ったろうぜ。よし、じゃあ最後はね、この可愛い、超絶に可愛いシュガーワイワイ。いやー、これ可愛いね。半端なくない?クオリティ高いのがいいんだよね。ペイントミスもないからね。アニキャラの方はね、ペイントミスがすげえから、鼻くそ、ルフィのな、鼻くそ、あれは泣いたわ。でも今回ないぞ、ほら。見て、この細かいペイント。最高。大きさもちょうどいい。お手頃にこうやってポッて飾れるのがいいよね。いやー、このシリーズ最高。あざっす。